はい。なんか、繊細な糸ですごい、触り心地も滑らかで、とっても着やすいなっていう感じがあります。いや、すごい気持ちいいですね。うん、僕今、中に T シャツ1枚なんですけど、なんかちょっと暖かいですね。ね。はい。それで洗濯できるのもいいですよね。めちゃくちゃいい。はい。はい、本屋さんだね。はい。よかったです。ね、よかったですね。すごいですね、ね、あれ。読みたくなりましたね、全部。あれ、普段は本屋さんじゃないんですって。ね。普段。普段は。でも一応、え、パン屋さん？パン屋さん？オフィス。あ、え、あ、オフィス。ユニクロさんのオフィスで、こう、アート本とかそういうのをこう置いてらっしゃるらしいんですけど、今回の撮影のために全部入れ替えて絵本だらけにしてくださったみたいです。すごい魅力的な空間でしたよね。ずっと痛い感じがあって。はい。自分が働いている場所に、あんなスペースがあったら、いいですよね。めちゃくちゃいいですよね。本当。奥にカフェもありましたね。ありました。しかもめちゃくちゃおしゃれな。本当。本当に。黒。お。黒ありますよね。なんか逆にそのまあ、カラフルな色もたくさん展開されてると思うんですけど、逆に黒とかもきっとお似合いなんだろうなと。うん、大人っぽいですね。大人っぽい感じの、はい。そうですね。カラフル。なんだろう。今日ブルーすごい似合ってらっしゃいますね。ありがとうございます。あの緑めちゃくちゃ似合ってます。ありがとうございます。グレーとかも良さそう。ああ、いいですね。お父さんっぽくて。お父さん。まあ年齢的にもね、別にそんなお父さんじゃない。お父さんじゃないです。すみません。なんかでも似合いそう。はい、グレーとか。薄い色とか黒とグレーってことで、はい、はい、何色だろう。私は今黒をおすすめいただいたんで、はい、黒着たいです。あー、見てみたい。絶対結構雰囲気変わりますよね、きっとね。うん、ちょっと緑ないんで。何色だろう。でもすっごいカラフルなピンクとかもありました。あー、可愛いですね、ピンク。ちょっと一回トライしてみたいですね。うん、はい、赤とかも似合いそうですね。あ、赤も着てみたいですね。うんうん、迷いますね。迷いますね。カラフルなんで、はい、選びたい放題です、ね。確かに。なんだろう。読書の秋もいいし、うん、食欲もいいし。やっぱそこですよね。おしゃれの秋もいいですね。確かに。でもなんか、真っ先に食べ物を連想してしまいます。わかります。サンマとか、ポンって浮かんでしまう。サンマ、あと、焼き芋とか。あ、焼き芋いいですね。焼き芋いい。いいですよね。やっぱ食ですかね。食べ物のことばかり思い浮かべてしまいます。そこ一緒ですね。一緒でした。